どうも、エルです。それでは、ゼルダの伝説、トワイライトプリンセスやっていきたいと思います。さて、ドーラの里に来たんでね、ちょっと、スノーピークだったかなの話を聞こうかなと思います。でも、あと、誰が情報くれんのかなって感じなんだけど。怪しいものが現れそうです。私は見ていないんですが、滝壺の仲間たちが目撃しているようです。おお、滝壺の仲間か。あれ、王子いないじゃん。あ、ポストマン。ゾーラ様だと誰に渡すのか分かりませんね。それは難しい。雪山の住人がこの里に出没しているらしいのです。住人が里に来るなど、滅多にありません。一体何をしに来ているんでしょう。滝壺の方って言ってたね。あ、王子まだ戻ってきてないんだ。この辺りでたびたび怪しいものを目撃します。この異常事態、玉山の間に、玉山の間の者には伝わっているのでしょうか。伝わってた。この先、スノーピークは大変危険です。近頃天候悪いだけでなく、山から住人がこの里に降りてくるため、警戒を強めているんですよ。あ、じゃあこの先でいいんだ。あれ、じゃあ衣装は別に。あーってことは、あれか。どうだろう。寒さとかどうなんだろうね、今回ね。さすがに、寒さ耐久どうこうはないよね。スノーピーク。うわぁ。エルザ。おぉ、お嬢さん。こんな危険なところへ何しに来た？ゾーラの里が氷漬けになった事件以来、この山は異常なまでの霊気に包まれている。それに、ゾーラたちから妙な話を聞いてな。近頃、この山の奥に住む住人が頻繁にゾーラの里に現れるらしい。気になって張り込んでいたら、確かに噂通りの巨人が現れた。ほら、こんな姿をしていたんだが。獣人のスケッチを受け取った。大きくて真っ白い猿が赤い魚を抱えているように見える絵。どうやら里からその真っ赤な魚を盗んでいるようなんだ。奴を調べに行きたいが、この吹雪じゃ道もわからない。お前は山が気になってきたんだろうが、手助けがないのなら山に入るのはよせ。ああ、じゃあ。そうだね、行くすべないんだったら。ちょっと戻ろうか。じゃあいろいろあれか。まずは話をするところからか。雪山の獣人ですね。あ、抱えてる赤い魚は匂います。そうか、獣人が最近現れるのは匂いますが目当てだったのか。それにしても、ラルス王子以外のものがあの魚を捕まえるとは思ってみなかった。王子しかわかんないの。え、ちょっと待って。ってことは、ちょっと待って。王子探さないといけない。もしかして。あ、そうだね。じゃあちょっと、王子に久しぶりに会いに行こう。何に使うかわかんないけど。あ、いる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 。いるっぽいいるっぽい。いや、地球か。いや、いたわ。変身できますか？いや、そうだね。こっち見てないからか。あー、すごい。ちゃんとしてる。こっち見てないから、変身できるんだ。どうもー。あ、元気そうだね。エルザさんですよね。亡き母は夢の中であなたの姿を見せてくれたんです。そしてエルザという名の勇者がゾーラ族を、と私を救ってくれたんだと。本当にありがとうございました。
もしあなたのお役に立てることがあるのなら、いつでもおっしゃってください。お願いします。おちゃ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 。速攻殺しにかかってしまった。これ知ってます？もしかして雪山の獣人の絵ですか？それよりその絵に描かれている赤色の魚は、きっと匂いますですね。ゾーラの里にしかいない珍しい魚です。ある貴重なサンゴだけを好み、それがなければ我々でもなかなか捕まえることはできません。そうだエルザさん、私の持っている耳飾りはちょうどそのサンゴで作られています。それをあなたに差し上げましょう。へえ、サンゴの耳飾りを受け取った。ゾーラの里の貴重なサンゴに作られた釣り針のような形をした綺麗な耳飾り。釣り竿の針として取り付けられた。これで匂いマスを釣ることができる。実はその耳飾りは母からもらったものなのです。だけどいいんです、私にはもうそれは必要ありません。あなたを見ていて母が何を望み、自分が何をしなければいけないのか分かりました。私は里に戻ろうと思います。匂いマスは里の滝壺近くにある親子岩のあたりにいるはず。親子岩、赤い魚なので必ず分かるでしょう。赤い魚か。なんかタイっぽい見た目だね。あ、いっぱい来るわ。全然わかんない釣り方。いやー、珍しい魚に匂います。なんか鮭っぽい感じね。かなり強烈に匂います。釣り上げた魚は下を押してコレクト装備額に確認できる。あ、これね、匂います。ちょっと待って、それさ、そういうことか。多分ね。マジで64。はいはい。さて、匂いがする、獣になる、で、家具。なるほどね。だから匂いなんだね。食べようよ、もう。食べよう、それ。増えたもんじゃないってことか。人に戻って。光るバッタ。トンボだ。マジで光ってんな。じゃあこれで、追うことはできるから進めるわけか。よし、行こう。滑るねー。何も出ない。出ない。よし。ほいほい。これが
さらにか。そうだね、普通に戦った方が早いね。よし、あれ道間違えた。だよね。ちょっと道外したら、あ、それこっちスタートか。そうだね、あれはかまってる場合じゃないね。めっちゃなんかあそこ光ってんだよ。あれゴーストか。さあ獣人いるらしいんだけど、なんでなんで食わない、なんで食わない、なんで。よし。いや、皇帝さんにやられるんだよね。よし、どけどけ。上に行って。あ、ほうほうほう。さらに上。こっち？いや、よっぽど匂い強いんだね。あれはコウモリか。ミドアとハウス。匂いをたどれば。お、いいね。これさ、すんごい、すんごいまっすぐ来ちゃったけど。あ、あそこなんかある。師匠じゃん。師匠は取ろう。師匠は、師匠は絶対取ろう。ね、通ってくれるめっちゃ親切やね。違うな。シビアだね。
古の奥義をお前に授けよう。これで6つ目か。はい、師匠のところはそのうち行こう。さあ、どちら？なんだっけ、ここ。デスマウンテンの、いや、あかりこ村の方か。マジで、そこにいいんだ。ああ、ゲットしたいなー。ほれほれ。最後掘るのはわからんわな。周りの氷がねー、なんかいかにもダメージ判定ありそうな感じがしてさ。おお、久しぶり。あーってなるとここで一人戻って、あとは進むだけ。いそうだね。さて、どうだ？獣人か。まあ、あの絵はさ、僕自身見れないから何とも言えないんだけど、どんな姿か気になるよね。お？これか。めっちゃ手がでかい。あー、いた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 。もう畑落としまくって、そして、あー、なるほど。獣になります。これはなります。何体出た？3体か。まず1人倒して、はい、いや、いいところにワープできたな。お話もできそうだね。え、めちゃくちゃ匂います。でかくないこれ。主じゃん。ちょっと待った。獣人プリケツやな。あ、衣装まんまじゃん。ちょっとお話を。おお、珍しい色の狼じゃのう。うまそうじゃのう。やめて。じゃが今日はもう魚があるで。残念じゃ。ということは、食い物にされてしまうんで。あんでまあ。騒がしいと思ったら人間じゃねえか。珍しいの、一体何しに来ただ？お、あれか？自分探し、ちゅうやつか。やめてくれ。もう今から俺は首を吊ろうみたいな感じになってしまう。うわー、そうだって言いたい、そうだ。がはは、青春じゃのう。おめえ、寒いこと言って、凍え死んでも知らんぞ。すいません。本当はただの物探しだろ？正直に言ってみ。そうだ。おめえ、その鏡を探しにわざわざこんなところまで。あはは、なんじゃ、早い言わんかい。しかし、よう無事に登れたの。しかも、オラに会うとは運がええ。ほら、こないだキラキラ光る鏡みたいな破片拾っただよ。もしかしたら、あれがそうかもしれんな。
そうじゃ、おめえ今からうちに来て見てみたらええ。ちょうどうまい酒も取ってきたで、飯ぐらいの食わしちゃるく。おらんちには滑っていくで、真似してついてこーい。めっちゃ気さくでいい。あ。滑れたね。大変そうなのは伝わった。はい。これ、大丈夫なんかな？おお、いいね。勝手にジャンプしてくれる。しゃがむ。あ、はあ、しゃがむとジャンプができるんだね。いいね。なんだろう、FF7 思い出す。うわー、やらしいあれ。それはやらしい。この細さはやらしい。あー、マジで。すげえな。ああいうところ行けんのか。それいいな。別にテクニックができるとかそういうわけではないんだね。あ、ちなみに武器も出せるか。おお。貯めてトリック決めた方が。やっべえ。うわ、しかも1からか。マジか。楽しんでる場合じゃねえかったわ。思ったより。まあまあまあ、ほぼ一本道っぽいから、ね、途中でコイン取るかどうかみたいな感じだろうね。これ今日 BGM 欲しかったなー。超気になる。なんかあっち短縮ルート行けそうな雰囲気あるけどね。さすがにタイムは計らないと思うんだ。うい。お、よかったよかった。これなら。待って、あぶね。もうそれのがいい。もうそのぶつかる方がまた助かる。いや、めっちゃぶつかるやん。こんなところに家あるんだ。最後めっちゃ難しいね、カーブね。おお、立派な家じゃん。ここか。なんだよ、あいつ。獣人のくせに大層なところ住んでたな。はい。ということで、今回ここまでにしたいと思います。まあ、だいぶいい感じなんでね。魚釣りから、まあ、ゾーラ関連の話と。面白かったね。ミニゲームっぽいけどね、これね。カンテラあるから。そんな感じかな。狼でも来れるってことだね。はい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。